僕の師匠さんからちょっと連絡来まして、翔太さん断熱する前にちょっと待ったみたいな。はじめまして、翔太です。いつも見てくれてるけど全然違う。全然違うやっぱり。蒸し暑い違うと思います。空気もっとフレッシュ。フレッシュ。その翔太さんにご提案させてもらったの。はいはいはい。この部屋の、うん、この空間の空気環境を、はいはい、こういうふうに作ったらどうかなと、いうのでご提案をさせてもらったんですけど。なるほどね。もしサニーでするとしたらどうしたいんですか？例えばなんですけど、うん、これは家作りなんで、うん、これ壁の中が見えてるんですよね、はい、壁の中ね、はい、これが断熱材で厚みが50ミリぐらいあるんですけど、はいはいはい、トラック、まあ、あのキャンピングカーの場合はちょっとそれ不可能なんで、ここにガリナっていう塗料がありまして、へー、これまた後で実験を見ていただいたら、うん、すごいなっていうのを感じていただけると思うんですけど、うん、それを塗って、うん、でその層があって、その中にこれは空気層を作ってるんですけど、うん、空気層があって、でそれから下地があって仕上げがあると。ああなるほどね、はい、うん、でこの仕上げが一番肝心なんですけど、はい、こういう湿気を、まあ、吸ってくれるような、うん、通してくれるような仕上げでしてもらったら、うん、出てきた、我々がここで生活してる出てきた湿気がこの空気層の中に逃げていくと。なるほど。じゃあ断熱はなしで。そうですね、もう断熱は思い切って入れなくって。マジですか？今からちょっとくれるそれでだけで。そうですね、大丈夫ですか？ほんまに大丈夫ですよ。もうあとはですね、いやもうそれでもうここが死んでもらうかもしれないですね。私責任持たないです。持たないです。持ってくださいよ、それは。ガイナっていう塗料ですよね、はい、それがどんなんかなっていうのをちょっとね。そうですね、詳しく見てみたいですね、はい、もう今日はメーカーさんにも来ていただいて、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、ということでガイナーの特徴を今からちょっと紹介してくれます。はい、はじめまして。よろしくお願いします。カメラ大丈夫ですか？あ、はい。お願いします。はい、見せてくれるらしいんで実験してみましょう。はい、どうなかなかさ、難しいですけど、はい。こちらに置きました実験機の上に置いてる鉄板ですね、はい、こちらガイナという塗料を塗ってるか塗ってないかだけの違いです。なるほど、ね、結構ザラついてますね、こっちの方が。そうですね、はいはい、ちょっと粘度のある塗料になりますので、こういう仕上がりになります。で、こちらを今電球をつけました、うん、この塗布面を熱源側に向けておきます。今ルースさん、これ触り比べていただけますか？同じ時ですか？はい、はい、お怖い。おこの横元熱い、はい、うん、こちらの方が熱いと思います、うん、熱いということは中の暖房のエネルギーが漏れて外で手が熱く感じたという形になります。はいはい、でガイナの塗布している方のこの外側が、あまり熱く感じなかったっていうことは、うん、暖房がしっかりと中で保温されているという形になります。なるほどね。今こちら、80度です。80度、はい、めっちゃ熱かったね。でこのガイナの裏面の方の熱の漏れている量、まあ、64度ですね。15度ぐらいね、はい、そうですね、15度ぐらい下がります。これだけ暖房のエネルギーが漏れて外に漏れてしまっているという感じですね。今度はこちらも、ガイナを塗ってるか塗ってないかだけの違いになります。でこちらを、今度は塗布面を上にして、うん、この実験機の上に置きます。下が太陽の光 で、うん、でこちらがまあ室内側というイメージですね。氷です、はい、ちょうど室内で冷房をつけているというイメージになります。下から熱を加えた鉄板の上に氷を置くと当然溶けてきますよね。はい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 、はい、このガイナの裏面というのはほとんど溶けないです。なるほど。 This one straight away is melting。 早いね、wow。ということは熱遮断しようってことですか？そうです。外の熱が夏場の暑い外気の熱が中に入ってきてこの冷房の効果を落としているという形です、ね、あ落としてる。あ、はい、これがじゃあ冷房ってことですね。そうですね、はい、はあ、じゃあ冷たいままでやるってことだね、はい、中で。そうです。すごい、車にお使いいただいたとしても結構なポイントになる結露だと思います。はいはいはい。これ今冷やしてた鉄板なんですが、これを見ていただきますと、今ちょっと触っていただけますか？冷たいね。おー、冷たい、うん、ね、
塗ってない方は、ほんまやね、全然ね、もうサラサラしてるんですが、塗ってる、塗ってる方ですね、うん、塗ってない方は今ちょっとあの水滴が見え始めたと思うんですが、結露になってるという形になりますので、結露後じゃつきにくいってことですか？そうですね、結露が発生させにくくなります。あ、そうだよね、ちょっとした防音効果もあります。おー、さあ、もしよろしくお願いします。こちら、ガイナを塗装してる鉄板です、はい、あ、フライパンです。でこちらは塗ってないフライパンになります、うん、叩いていただけますか？ここですか？はい、真ん中を叩いてます。すごい、太鼓感じ。全然ちゃうね。違う、全然違う。ガイナを塗装するだけで、まあ、そういった音ですね、はい、を吸収してくれますので、はい、音の響きが少なくなるという効果を出してくれます。なるほど、じゃあ雨降った時とか雨の、ね、音とかね、はい、最後に、こちらガイナを塗装しますと、室内に塗装しますと中の空気をきれいにしてくれるという効果があります。お、うん、こちらはですね、まあ、この塗布面ですね、ガイナの塗布面から遠赤外線が放射されまして、でその遠赤外線が空気中の水分に当たると、その水分がクラスター化されるんです、微細化されるんですね。シャープさん、プラズマクラスターというのは、そういう状況を、まあ、電気を使って行っているんですが、これを塗るだけで、まあ、緩やかにですが、そういうマイナスイオン化ですね、マイナスイオン化を、実現してくれているという形になります。 そうですね、でそこにやっぱり空気層がないとダメだって感じですか？そうですね、ガイナーと譜面の上には必ず空気層を塗っていた。じゃあもしそのガイナ塗ってその上に断熱材とかあんま意味がないってことだよね。そうですね、なくなりますね。あ、そうだね。そしてこちらガイナーですね、うん、この JAXA の H2 ロケットの、技術が入ってます。へ、こちらの JAXA のロケットの先端の白い部分ですね、こちらにもガイナーと同じようなセラミックの塗料が塗られてます。へ、ここはなんでここそれを塗ったらどうなるんですか？ロケットが、宇宙へ飛び立つときにですね、うん、大気圏突入するときに空気の摩擦熱で何百度という世界になります。でそれにも耐えられるような形のものを、まあ、薄い薄く実現させるという、形に大丈夫です大丈夫です大丈夫ですか？ちょっと噛んでもだけど突っ込んどった方がよかったかな。どこまで行ったか。どこまで行ったか。めちゃくちゃインタレスティング。めっちゃ興味、はい。めちゃ良さそうと思います。うん、氷と、うん、なんちゅう、like、熱いタッチ時、うん、めっちゃ違う。全然違うね、うん、はい。まあ、僕らこれからエアコンもつくし、ヒーターもつくんで、うん、空気は逃がさない。はい。はい、ちょっとおならエスケープできる。おならはエスケープできないかもしれない。だけあ、でもなんかガイナは臭い匂いも遠赤外線で匂いを分解してくれたりもするとか言ってたんで、匂いにもええし、だから知りたい。はい、音にもめっちゃいいです、この雨もね。あ、でこれから僕ら、なんていうんですか、ガイナがなかったら多分断熱材引いてそこから防振材とかするんですけど、まあそれに含まれてるんで、ガイナに。まあ、今回ね、このアルミ複合板とかも全部足付けしないといけないということで、まあ、今日からちょっとルースさんチェンジして服ね、うん、足付け作業してで、まあ、プライマー絶対忘れていけません。ルースさん、前窓プライマー忘れてひどい目に遭いました。地獄見ました。プライマー正直重要ですね。重要です、めっちゃ重要です。ということでプライマー塗って頑張りましょう。ニューハウス、okay. 車体にサンディングしていってください。初めて前は手やったもんね、ずっと。 I didn't know this type of machine existed. We should have bought this like 1.5 years ago. Okay, so where am I in the roof? No, don't cable, do the cables, yeah? Okay, up here? Yeah, roof. How did you turn on? どうよ、落ち着けた、何で落ち着けた。現在なんですけど、全部終わりました。綺麗になりました。ヤスリも全部終わって、足付けもして綺麗に掃除もしまして、これがプライマーになるらしいです。錆止めプラスプライマーみたいな感じなんで、これをもう全体的に塗ります。でね、こんな色や、肌色っぽい色、見て。 Doesn't look the nicest color. Like a vomit, no? Kind of the vomit.
けど、ルーフが一番熱くなるらしいで。ルーフ、うん、ルーフ何度ぐらい最低なんか夏は70から80度ぐらいになるらしい。やばい、やばいで、卵焼きできるで。卵焼き、卵焼き、ボイルドエッグ、ノーフライデー、グッドエッグ、また毎日フライデーか。すみません、何それ、もうええって、カメラ回しとんけ、もうええって、もうええって。マッキー何時ですか？5時もう過ぎてます。5時ベル、朝5時もう過ぎてます。ビールぐらい飲ましてください。これってペインティングにビールはもう必需品ですよ、ルーズさん。ね、I'm the paint manager inspector, paint inspector. I already did this one. No, yeah, no. Oh, no? Oh, no, 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 I did this one. 何言うねん、何言う。It's so clean. I've never seen the bus so clean. Every time shop goes in, it's like bombs out. Come on. Tools everywhere. Dust everywhere. So many things. It's the cleanest event ever gonna look, probably. Yeah. Okay. 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 Okay.
おいえ、めっちゃめちゃめちゃやねん。おーおー、あんまりいかないけど、ダメ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 、ファイマー取れて回るさ。もうダメ、やばいね、もうダメ、めっちゃ素敵。イエー、 OK。 ということで今日なんですけど、本番、ガイナ塗っていく時が参りました。ということで昨日ね、ちょっと水は入れたんですけど、今日ちょっとまた混ぜなあかんということで、3分ぐらいミックスしないといけないらしいです。このガイナはめちゃくちゃ混ぜないとダメらしいです。混ぜますよ、これで。皆さん、天井と壁終わりました。あとは床だけです。やばいぞ、ルースさん。もうプッサの顔見てください。もうほんまに、もう真っ白月経やで。ほんまに、うん、I'm a Dalmatian. Do you know Dalmatian? The dog, the spotty dog. あ、ドッグね。プッサ、顔断熱してどないするんですか。顔断熱して意味ないですよ、断熱ルースの顔はね。ちょっとマイナスイオン出てないですか。ほんまに？クールエアロ、オブレディ、わからないですけど、はい、ちょっと、はいはいはい、ほんまに？オッケー、ということで最後、力合わせて頑張っていきましょう。ドラフトで始めましょう。今日やばかった。え？5時間、6時間みたいな。今日はね、めっちゃお腹減ったかった、昨日。お腹減っとったら、ルースさん、機嫌めっちゃ悪かったもん。10時ぐらい帰りました。うん、今10時終わったもんね。あ、ええ感じやわ、ルースさん。ナイスジョブの。あー、ビッグジョブ。いや、めっちゃ大きい仕事やった。夜ご飯まだ食べません。10時、ルースこれでまうね。私の お腹めっちゃなし、ランブリングです。ルースこれでまうね。ルースゲームでやるね。ルースはペインツ。ルース、ベリーアングリー。機嫌悪いルースが出ますし。おはようございます。昨日なんですけど、2回塗り目、2コート目塗ったんですけど、昨日1缶ちょうど終わって、もう1缶残ってますっていうことで、この、車体には1個半終わらせてほしいっていうことをガイドの人にちょっと聞いたんで、3コート目塗りたいなと思います。ちょっと1コート目、2コート目ちょっと薄かったんかね、薄く塗った感じなんで、あんまりまだ終わってないです。1個半終わってないです。ということで今日3回目塗っていきたいなと思います。終わりました。ご苦労様です、スーさん。3日間 3days。 これもきつかったね。 This is a hard do。 大変な、でも正直楽しかった。時間がということで、ガイナの、
断熱今回使っていきたいなと思います。ということで、もう断熱これで終わりです。We don't do that、なんていうの、マイトニーみたいにしたいみたいなスタイルホームとかしません、うん、空間が必要なんで。で、まあ、ガイナは防音効果も結構エコーですね。音楽聴いとってもすごいフワンとエコーがもう鳴ってますよ。はい。楽しみ。次、まだ次仕事ないですか。次、屋根やね。屋根行かなあかんね。ルーフ。ルーフ？はい、屋根。何？あ、フロアもせなあかんね。フロア？オッケー。もうフロアも僕らはもう断熱材入れんと、このガイナ一本で行くんで。